ジョン・ブレシットはアメリカ合衆国の政治家であり、第11代ケンタッキー州知事を務めた。ケンタッキー州知事としては初の民主党員であり、また在任中に死亡したことでは二人目となった。その死から間もなく、その栄誉を称えて、ケンタッキー州、ブレシット軍が創設された。ブレシットは若い時にイリノイン州の測量支保に指名された。ケンタッキー州に戻ってくると、 田舎の学校で教師をし、投資によって、ケーレブ・ウォレス判事について、法律を学ぶ間の生活を維持できる資金を稼いだ。1811年、ケンタッキー衆議会会議員に選ばれ、その後も数期を務めた。1828年の復讐知事選挙では、民主党の候補者となった。民主党から同時に、知事選挙に出馬したウィリアム・ティー・バリーは、トマス・メトカーフに敗れたが、 ブレシットは副知事に当選した。副知事を務める間にアメリカが衆国上院議員ジョン・ローワンの後継者候補数人の一人となったが、ケンタッキー州議会がその指名で暗証に乗り上げ、次の会期まで指名できない状態になった。1832年に行われた州知事選挙では、ブレシットが民主党公認候補になった。この時もブレシットが当選したが、副知事の方は、 ホイック党候補のジェームズ・ティーモア・ヘッドが民主党候補を破った。当初、ジョン・カルフーンの無効化の原則を公に球団することで人気を博したが、議会をホイック党が支配したために、州内の政治ではあまりうまくいかなかった。ブレシットは在任中の1834年2月21日に結核で死んだ。ジョン・ブレシットは1786年9月9日に、 バージニア州ヘンリー郡、ニューロンドンの近くで生まれた。父はウィリアム、母はエリザベスであり、その5人の息子、4人の娘の中で長子だった。父のウィリアムは、スコットランドからメリーランド州に移民してきて、バージニア州に入植していた。ジョン・ブレシットの弟ジョージは、アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンの主的秘書となり、別の弟ジェームズは、 ケンタッキー州検事総長となった。ブレシットは家庭とバージニア州の公立学校で教育を受けた。1800年、一家はケンタッキー州ローガン郡に移り、そこでジョンの教育が続けられた。成人してから間もなく、イリノイン州の測量支法に指名された。その後ケンタッキー州に戻って田舎の学校で教師をした。その収入を土地購入に投資し、 短期間に数年間は生活を維持できる資産を蓄えることができた。財政が安定すると、ケーレブ・ウォレス判事について法律を学ぶことに決めた。1810年には、ラッセルビルで法廷弁護士として認められ、そこで事務所を開いた。1812年、ブレシットは、ローガン軍出身のキャロライン・ウィテガーと結婚した。この夫妻には息子一人と娘一人が生まれた。 キャロラインが死んだ後、バージニア州チェスターフィールド軍出身のスザンナ・エム・ハリスと再婚した。スザンナとの間にはもう一人娘が生まれた。ブレシット自身は47歳の時に死んだが、二人の妻は共に若死にだった。1811年、ブレシットは老眼軍を代表して、ケンタッキー州議会会議員に選出され、その後も1815年まで毎年選ばれ続けた。 1828年の州知事選挙では民主党がウィリアム・ティー・バリーを知事候補者に選んだ。民主党は当初副知事候補に判事ジのジョン・ピー・オールダムを推していたが、オールダムが辞退し、ブレシットがその代役に選ばれた。バリーは国民共和党のトマス・メトカーフのために敗れたが、ブレシットはメトカーフのラニングメイトであるジョセフ・アール・アンダー・ウッドを1000票以上の 差をつけて破った。ブレシットは副知事として、州内の公立学校創設を促進した。1829年12月31日、ケンタッキー州教育協会の会長に選出された。その任務は、情報の流通によって、説教師や新聞の協力を得ることで、独立記念日に異なる地区で主題に関する演説を、大衆に行う、要することで、さらには、 実行可能となる他の手段によって大衆教育の改良と普及を促進することだった。1833年、ブレシットはケンタッキー州普通学校協会の会長になった。1831年、アメリカ合衆国上院議員ジョン・ローアンの後継者を選ぶためにケンタッキー州議会の選択肢数人の一人となった。ブレシットは投票総数137票のうち、 66票を得たが、過半数には3票足りなかった。その他の候補者として、ジョン・クリッテン・デン、リチャード・メンター・ジョンソン、チャールズ・エイ・ウィックリーフがいた。投票を115回繰り返しても議会は候補者を絞れず、次の会期まで結論を持ち越した。その次の会期では、ヘンリー・クレイが後継者に選ばれた。百三十二年、民主党は、ブレシッを 知事候補者に、ベンジャミン・テイラーを副知事候補者に選定した。対抗するホイッグ等は、リチャード・アイレット・バックナーとジェームズ・ターナー・モアヘッドの組み合わせだった。バックナーは、日曜日に郵便を配達することに反対するなど、宗教的な観念が強すぎて問題があり、党の新聞数紙の指示も得られない状態だった。ブレシットは、調査で、バックナーを破ったが、副知事候補のテイラーは、 知名度が低く、モアヘッドに敗れた。ブレシットが選ばれたことで、民主党として初めて、ケンタッキー州知事を出したことになった。しかし、この選挙は選挙違反によって傷つけられた。オールダム郡では、有権者数の162.9%に相当する投票があった。その結果は2対1の比率でブレシット有利だった。ケンタッキー州民の大半は来たるべき。 大統領選挙に関心が向いており、ホイック員でケンタッキー州出身のヘンリー・クレイが現職のアンドリュー・ジャクソンを破ることを期待していた。このために州の選挙で選ばれる役人にはほとんどホイック員が当選した。ブレシットの知事としての任期では、 初期の無効化の危機の間に、サウスカロライナ州の行動に反対することで、保育党からも民主党からも支持を得ることができた。ブレシットの指導により、衆議会は1833年2月2日に、無効化原則を非難する決議を採択した。ジョン・カルフーンの無効化性討論は大部分が1799年のケンタッキー州決議に基づいていただけに、この行動は、 特に重要だった。ブレシットは州の政治でそれほどの成果を出せなかった。ブレシットはアンドリュー・ジャクソンの原則を熱心に支持し、ジャクソン大統領土地政策にとって重要な法案に対しては拒否権を行使した。第二合衆国銀行を解消したいというジャクソンの願望を支持した。その代わりに多くの州認定銀行の解説に賛成したが、 衆議会では、ホイッ等多数だったので、ルイビル県タッキー銀行の認定につなげただけだった。歴史ントンオハイオ鉄道の完成に賛成し、そのために、州の内国改良委員会から30万ベイドルを、借りる案を指示した。1833年、その半額の借金が承認され、鉄道が完成したのは1851年になってからになった。ブレシットは、 州内での禁酒運動にも加わった。1832年の演説では、州内での高い殺人率について、アルコールの消費を非難した。1834年1月13日、ケンタッキー州議会議事堂で、ケンタッキー州議会禁止協会が結成されると、ブレシットはその会長に選ばれ、副知事のモアヘッドが5人いる、副会長の一人になった。 1834年2月21日、ブレシットは、肺結核のためにフランクフォートの知事公社で死んだ。ケンタッキー州知事として、在任中に死亡したことでは二人目だった。当初ブレシット家の墓地に埋葬されたが、後にラッセルビルのメープルグローブ墓地に移送された。1839年に設立されたケンタッキー州、ブレシット軍は、ブレシットの栄誉を称える命名である。 1872年3月5日、ケンタッキー州議会は、ラッセルビルのブレシットボの上に記念碑を建てることを決めた。ありがとうございます。